有吉さん、大仁田敦とかいう恥知らずのクソバカが単純ブログで付き人時代ジャイアント馬場さんの出待ちをしていた2人の少年にラーメンをおごってあげたというエピソードを偉そうにさも自慢げに話してやがりました。おいチンカズ、それ自慢のつもりか。いいか、世の中にはな、ライオンとヒョウに自分を食わせて、脊椎を粉砕骨折しても後遺症もなく生存している人間もいるんだよ。そのことがニューヨークの医学界で発表され、医学界では超人と呼ばれる松島智子さんからしたらな、お前なんかゴミの山に高ぶるゴキブリのクソだ。とっととその気持ち悪い整形二重をもっと気持ち悪い目に戻して、杉村太蔵と一緒にファイヤーって言いながら増えたライオンに突進しろこれひどすぎる。ペケミニさん、これね、イエローカードです。